こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はシンガポールアマゾンサポート費用は無料ですというお話です。先日動画でね、オーストラリアアマゾンか、シンガポールアマゾンどちらに取り組むべきかと、できれば両方取り組んだ方がいいです、でもね、資金が乏しい場合はどちらにしましょうかという動画を作ったんですけど、これね、両方取り組むのがおすすめで、今、オーストラリアアマゾンのサポートしてるわけなんですけど、シンガポールのサポートもしてくださいと、シンガポールに参加したいですと言った場合のね、費用はいくらですかという質問をいただきました。前にもね、動画で言ったんですけど、ちょっとね、それの動画が見てなかったのか、あるいはね、分かりやすく言ってなかったのかもしれないんですけど、費用は無料です。今、オーストラリアアマゾンのね、サポートを受けていただいているプランで、そのままシンガポールアマゾン始めていただいても、アカウントの登録も、商品選定もね、サポートしますんで、時間とお金に余裕のある方は、サポート費用が追加になるわけじゃなくて、シンガポールにも入れる商品代金と送料、かかるだけなんで、シンガポールアマゾンもね、同時に始めるのをお勧めします。始まったばかりなんでね、本当ライバルがいないんで、シンガポールにね、荷物を送ってる会員さん、届いてすぐ売れましたというようなね、ご報告いただいてます。でしかもシンガポールはまだ EMS がね、使えますんで、オーストラリアみたくね、まとめて DHL で送るとか、そういうのはなく、普通に郵便局からね、EMS で送れます。これもね、全然、気軽にできるんでメリットです。そもそもね、年内の FBA の基本料はかからない。で、私のサポート費用もかからないと。シンガポールアマゾンにね、取り組まないという理由はないんで、これはぜひね、取り組んでください。今の段階だとね、本当売れるもんは入れりゃすぐ売れます。で、今のうちから売れてね、アマゾンの方に、実績作っとけばね、後から入ってくる参入者より断然有利ですし、FBA の在庫のリミットもね、今から始めた方がアップさせやすいと。やっぱ新しい Amazon 市場、Amazon はね、ある程度までやる、あるいはね、勝つまでやるっていうのがね、どこの市場行っても今までの実践済みなんでね、シンガポールという美味しい市場をね、Amazon が、ほっとくはずがないということなんでね、かなり本腰入れてやるはずなんで、シンガポール Amazon には早めに参入していくことをお勧めします。サポート費用は追加かかりません。無料ですんでね、シンガポールアマゾンやりたいですと声かけていただければアカウント登録から、サポートしていきます。お気軽にご連絡ください、そんな形でシンガポールとオーストラリアどちらをやるべきか、シンガポールもやりましょうとなってね、追加費用がいくらですというのをね、かかると思っている会員さんが、多いかなと思ったんで念押しです、シンガポールアマゾンサポートね、追加料金かかりませんので、ぜひ取り組むことをお勧めします。アマゾン室サポーター堀秀夫でした。